春日神社は、大分県文後高田市にある神社である。旧社格は豪社。竹三一命、共通種名、アのノ屋根の命、姫大臣の春日ガ詩人を祀る。大道四年の創建と伝えられる。稲妻が光り、雷鳴がとどろく中、白力に乗った白髪の老人が現れ、我は、三笠山に住める沖謎と告げたことから、これを春、日大明神の決心と見て、 社を設けたのが始まりとされる。中世には文語国主語の大友氏の信仰を得て繁栄したが、キリシタン大名として有名な第21代当主、大友義茂により社殿のほとんどが焼き払われた。その後、全時再建され、明治時代に入ると1873年2号社となった。2011年には境内の建物13軒が、 国の登録有形文化財に登録されている。かつて大干ばつの年には、臨時の大祭である雨乞いの、塩組神事が行われた。神社には、文政8年の様子を記した、大塩組神事絵巻が所蔵されており、かすが神社氏を旧絵巻として、文後高田氏の有形文化財に指定されている。2009年には、鎮座1200年祭の記念事業の一つとして、 この神事が1934年以来、75年ぶりに再現された。暮れ塩潮組を旅章を出発した行列は、塩糖を入れたからびつや、馬上の神職、高々と掲げられた大ぬさやおやしなど、230名に及ぶ参加者により、本宮に到着。五国宝城、宇治湖安寧の祭典が取り行われた。10月28日登録本社である。 奈良県の春日大社の本殿前には、和リンゴの原種となる木が植えられたりんごの庭がある。これに倣い、2006年に青森県に依頼して、新疆やりんご、北平の二種の苗木の奉納を受け、ミスりんごなど関係者を迎えて食事祭が行われた。ありがとうございます。